よ、まだ？もうちょっと。自宅から歩いてくるなんてやっぱ無謀だったと思うよ。でももうすぐだから。そう言っても2時間経つけど。あ、着いたなの。え、ここが日本放送か。思ってた以上にでっかいね。うん、ここでついに始まるなの、シオたちの番組が。もうみんなついてるかな。問題ないない、大丈夫なの。すごい自信。じゃあ行こう。スタジオまでの道のりを歩き始めるシオ。いつかてっぺん取れるように、そう願いながら階段を一歩一歩上がっていく。うしょうしょ、一歩一歩噛みしめながら。いや、ここエレベーターだよ。パワー。バンドじゃないもんの、オールナイトニッポンモバイル、なんだもん。おはようございます、こんにちは、こんばんは。スタジオ一番乗り、バンドじゃないもんの恋するリンゴ色担当、しおりんこと恋しおりんごです。同じくバンドじゃないもんのメルヘングリーンのベース担当、みゆちこと望月みゆです。なんと今日が記念すべき第1回目の放送です。パワー、ついに。初めてだね。初めてだね。これ念願だったよ。やりたかったな。やりたかった、ずっとやってた。この番組は人類モンスター化計画を実現するため、私たちバンドじゃないもんのメンバーがてっぺんを目指してあらゆることに挑戦していくウェブラジオです。うん、はわー、イエーイ。今日はね2人だけど、うん、実際メンバーは6人いるんだよね。はわー、6人組のアイドルユニットをやってまるけれども。やってまる ね、 ね、本当は最初ね全員でやりたいとか言っていたんだけれども、うん、まずはしおみゆから、しおみゆから始めたいと思いまるよ、ね。このメンバー今日は、うん、あのお仕事なのね。うん、あの多分ご飯食べてます。ご飯もお仕事のうちだね。そう、そうですね。あの養分、うん。みんなご飯が好きだからね。そうだね。あとはまああれですよ、あのレックレコーディングしてたりとか、うんうん、とかね。あとミサコは新生かまってちゃんっていうバンドもやっているスーパードラマーなので、うんうん、いやすごいなのからね。今日はそちらの方でお仕事も頑張ってるんじゃないかな。頑張ってまるね。うん、はわ。さて今回が1回目の放送なのけど、うん、こんな企画に参りましょう。バンモンタコ紹介。タコ中、タコなの、うん、自己紹介ではなくてタコ紹介なの。あのメンバーのいいところと直してほしいところを発表しまる。うん、じゃあまず私がシオをハワ紹介したいと思います。ちょっと緊張しまるなそうだね、面と向かってたしね、しかもまずじゃあ、うん、シオのいいところ。あードキドキシオのいいところを発表しますね、うん、そうだな、うん、あれなんですよ、ノリがいいね。本当に？そう、なんか合うのかな、そのノリが合うのか分かんないけど私にとってシオは結構ノリがいい、うん、はわですね。そんなノリがいい時あったっけ？だいたいノリがいい。多分あれだね、私が結構バスバス、うん、言ったり突っ込んだりするけど、うん、それを好意的に受け止めてくれるところ。あれね、うん、めげないね。めげないね。うるせえなのな。あとはやっぱりそのいいところっていうか、まあ、尊敬してるところとして、うん、やっぱり割と唯一無二なところは感じているので、すごいところまで行くんじゃないかなと思ってる。嘘、行きたい。塩に関してはどこ行こうかな。まあまあどこでも行ってほしいんですけど、直してほしいところありますよ。あ、何？あります、あります。ないでしょう。あるある。ないでしょう。何個かあるよ。あまずね、うん、親父ギャグをね繰り出してくるところ。いやー、なんかくだらないやつが好きやねん、シオ。いや、わかる、私も好きだけど好きだけどね、もうところ構わず繰り出してくるから本当にうるせえなの。すぐね、例えば
シオが好きなやつは、やっぱ一番好きなのはあの段差につまずくダンサーっていうのが大好き。あ、うるせえ、本当にうるせえ。そう、あとイカはいいかな、もう好き。そう、あのね、それの好きの背景が結構、背景も含めて好きなの。その情景的なものまで。そうなの。ダンサーがつまずいてるところとか。ダンサーのくせにつまずいてるよみたいな。多分運動神経いいなのけどつまずいちゃってるっていうちょっと情けないところと、うん、あとイカはいいかなに関しては、うん、イカがすごい存在に扱われてるところが可愛くて好き。はい、わかりました。あとですね。何？あの。日常的に、うん、あの悲劇的な声を出すのをねやめてほしいなの。悲劇的な声出してもいいから、なんかその物を落としたりしてる時に、うん、ひゃーみたいなことを言うじゃん。すぐね、あのね、あのうわとかじゃないんだよね。そう、なんか全然さ、みんな楽屋とかだとさ、落としたら、うん、あーとかさ、あーがーとかさ言うのにさ、すぐひゃーみたいなさ、まるで何かもうぶたれたかのような声を。じゃあすぐね、そうになっちゃうんだよね。もうさ、これなんかその、うん、よくさ、そのファンの方とかにさ、シオリンはこう作ってるのかみたいなキャラを、うん、なんか実際お家とかに帰ると、うん、なんか別にみたいな感じでやってんじゃないかってそれよく言われるなのな、ね、疑いがかかってるじゃん、うん、そう、あのだったらもうカメラでも何でもつければいいと思うよ本当に。ずっとあれだから、寝るまであれだし、寝ててもあれだから寝ててもすごいな。寝起きもキューキュー言ってるからもうどうしようもないです。うん、そうどうやったら治るなのかな、治らないなのかな。まあこれはね、むしろ伸ばしていくべきかもしれない、ね、褒めて伸びるなのからね。うん、褒めてないけどね。はわ、はい、そんな感じですかね、うん、あと電話をかけれるようになってほしいかな。電話はね、本当に自分でもね、うん、反省してるなのけど、ね、電話が苦手でね。電話本当にかけれないよね。そう、出れないしかけれないよ、ね、そうなの、見て見ぬふりっちゃうの。だからあの電話のあの iPhone の電話のところの文字、うん、数字が出るなのじゃん、うんうん、1234って、うん、それがね、もういっぱい溜まってる今も。うん、やめなよ、かわいそうだよ。出ないの。なんかの予約をしたりするのもできないって言ってね、なんかそのマネージャーさんとかメンバーとかに代わりにかけてもらったりしてるから。そう、お願いしてもらう。そう、ちょっと頑張ってください。電話苦手やねん。はい、そんな感じです。頑張ってね、はい、頑張りまるね。じゃあ次はシオがミューチンのタコ紹介をしまるよ。イカ紹介をしまるから。うるせえ。じゃあミューチンのいいところは、あのまずは豆のところ。豆、そう、豆のところね、シオにはない豆のさがあって、うん、あの結構シオは大雑把なんだけど、ミューチーは、うん、あのブログを豆に更新したりとか、うん、あとね、あのミューチーのお家のお手洗いにあるなんだよカレンダーカレンダーがしあれね、見るのが好きね。私のスケジュールが丸分かりっていう、そう、書いてあるの全部ね、書き込んであって、うん、そう、そこにペンも置いてあるから、しおたまにそこにね、勝手書き込む。勝手に書いてるんだけど、お手洗いが入ったタイミングで、なんかそのしお、うん、とかがさ、お泊まりに来てくれると、 そこに、うん、あの塩って書き込む、そう、書いてあるの、書き込むんだけど、その上に塩の顔文字が書いてあったりする。そう、ちょっと可愛くしたりとかね。そう、それ私写真撮ったから今度載せるから。勝手にしてもらうけど、そういうね、あのところスケジュール管理とかね、うん、めっちゃすごいなと思ってて尊敬してもらうの、実は。実はね、あんま言ったことないけど、実はね、あとはあの朝ごはんを重要視してるところかな、うん、朝ごはん食べないとね、動けないからね。そう、すごいの、朝ごはんだって眠気よりも、うん、あのちゃんとご飯を食べるということを優先してもらうでしょ、うん、そのために2時間前くらいに起きるよね。そう、そんなことねできないよ普通。だって食べないと、だって3食しか食べないんだよ。でも1日3食もあるよ。
でもあの、ね、寝て過ごしたらさ一食減る可能性があるっていうことが許せない、うん、食べたい、毎日減ってるよ、塩どうしても食べたいね、すごいの、それがね、もう情熱がすごいね、朝ごはんにかける情熱がそこはいいところだと思ってる、あの健康にもいいなのしね、うん、そうだね、そう、あともう一つは、お、もう一つ、あ、いっぱいありまるね、いっぱいあるな、そう、あの店員さんに話しかけてくれるところ、どういうことそれすごい ね、 ね、あの言いづらいこととかもちゃんと話してくれるの、うんうん、あの塩がね、あのポップコーンを一緒に映画見に行った時に、うん、あのいつもね塩はバターがいっぱいかかってるのがよくて、うん、あのバターを、ね、多めにしてくださいとか言ってるなのけど、うん、なんかあんまかかってなかった時があって、ね、この前ねかかってなかった、ね、そう、あの時になんかしょんぼりしてたの、シオンがちょっと分けたりしてたよね、そう、私ミーチンの方がかかってるからちょっともらったりとかしてたんだけど、そしたら諦めないでそれをね、これ絶対言った方がいいよとか言ってね頼むクレーマーじゃない大丈夫、なんか店員さんに言ってくれたの、なんかもうちょっとかけてほしいですとか言って、なんかそのダメ元でね、うん、一応お願いをしてみるっていう、そう、そういうねとこ諦めなくてちゃんと言って、その言ってくれるのが本当にすごいと思ってもらうから、場合によってはタチが悪いけど、ね、でもあのすごいね店員さんがいい方でね、あもう全然いいですよ今からかけますねって言って、でもあれかけすぎなったよ、結構、あ結構かかってた、べしゃべしゃになってる後から見たら食べたね、そういえば、そうすごいなのったね、でもそれは尊敬してるところ、あ、うん、頑張ります、あとこれから言うところは直してほしいところなんだけど、あのまずその映画つながりで、映画館でお箸でポップコーンを食べること、なんでよ、だってなんで、だってシオンこう手でねこう映画見てる最中に一粒一粒ポップコーンを食べていたら隣でこうガサゴソガサゴソお箸を取り出して割り箸でこう食べるっていうね、そういつも持ち歩いてるから割り箸、あれ手で手が汚れないため、あのね、うん、あの私たちの好きなポップコーンってバターがかかってるじゃん、うん、ここでもある、それがさ結構手がさ、うん、あのもう終盤になるとさ、うん、おばあちゃんの手になるレベルでさ、うん、私握りすぎかな、うん、しいよね、うん、あのどの指と例の指しか使わない、何言ってるのお部屋指となんだっけ、ここ人差し指しか使わないから、じゃあ絶対親指と人差し指がねおばあちゃんになってるから気にしてみて、うん、なってるかな、であとねその混ぜたいの、私結構そのすごい混ぜるの、そうバターが全体に行き渡るように、うん、最初しかかかってないとか嫌じゃん、そうなだから下からこうね映画が始まるやるのはやめた方がいいと思うんだけど、 そのねガサゴソの音がね結構するっていう、ガサガサってずっとそれはちょっとねあの見直してほしいところかなとしは思ったな、今度からスプーンにしようかな、じゃあ救いもあるかなあとは、うん、あのカラオケに行った時ね、うん、よくカラオケとか行くなのじゃん、行くね、そう、その時に、うん、曲を歌う時にね電波組さんのあの WWD を歌った時にいつもね声真似をしながらね二人でね、そう歌うの二人で、でなんとなく歌わりあの決めてるわけでもなく、あの順番にこう歌って、ね、ちょっとこれ次はしようかなと思った、手でこう合図したりして次行ってみたいな、うん、やりながらねちゃんと声真似をしながら歌うんだけど、うん、その時にあの間違えるのをやめてほしいんだ声の選択をね、そうあの一番これやばいなと思ったのがあのエイタソさんの元気なところをあのモガさんで歌うのよ、えいちょっと時はねミミンリサ生えい本当はえいって元気なところなのにえいとか言ってでももうその後釣られてモガさんのところでモガって言ってたんじゃん逆にね釣られてそこで逆にエイタソさん調にモガって言っちゃってそれすごい面白かったけど間違えて面白くて歌えなくなっちゃうからやめてほしいなって思いましたちょっともうちょっと頑張りますはい、少しはこれでね塩たちのことが分かっていただけたでしょうか、うん、はい、以上バンモンのタコ紹介でした。バンドじゃないもんのオールナイトニッポンモバイル、なんだもん
回目の放送は私しおりんとみうちでお送りしています。はわ、さて続いての企画はこちら、バモンの企画会議なんだもん。うん、イエーイ。はわ、なんだこれは。これはですね、このコーナーはメンバー全員で番組の企画内容をプレゼンします、うん、そして面白そうな企画は採用となりますね。なんか現在出ているアイディアとかちょっとお伝えすると、ゴミ屋敷をお掃除しながらの放送、これはゴミ屋敷を掃除する時にラジオの放送をやっちゃうよっていうこと。これどなたのお宅ですかね。やばい、あのゴミ屋敷メンバーのお家を掃除するってこと。ちょっとゴミ屋敷疑惑のちょっとあるところに行って。そうだね、そうだね。でもなんか楽しそうじゃない、思い出の品とか出てくるのに。知ってる、ね、メンバーの家とかなりけど、全然知らない人の思い出の品出てきたら結構これは誰だろうコメントに困りまるね。そう、本格的なゴミ屋敷になってくるとね、多分ね、叫び声とかが聞こえてくると思う。見たくないものも出てくるよね。何か走り出したりするかもしれないからね。いや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 ね。これこの、何も出なかったらほらゴミ屋敷マジで掃除しに行くやばいことになるかもしれないから、ちょっと提案してほしいな。いいやつを提案しよう。何がいいかな、なんかでもさ、これもしかして本当になるかもしれないってことだよね。そうだね、やる可能性があるかもしれないということ。 何がいいかな。そしたらね、私一つやりたいかも。何？食い意地がちょっと出てくるんだけど。いきますよ、はい、タイトルはミューチーの地方で、これ何ですか、食べれるんですか、企画でーす。なんかね、何ですか、テレビでよくさ、そういうローカルなところに行ってさ、地元のところに行って、これ何なんですか、食べられるんですかって言ったら、食べてみますかって言って食べさせてくれるっていう。それさ、ずるいやつだ、ね、ずるいやつだ。すごいさ、羨ましくていつもテレビ見てて、お金払ってないのかな、ね、なんかさ、やっぱりそのそうやってちょっとさ、お話が広がることによって向こう側もいいかもしれないし、うん、そうだね、宣伝効果があったりね。そうそう、私も食べれてラッキーみたいなさ。それいいね。そう、なんかさ、それを決まり文句にして、もらえるかどうかの検証と、食べてのレポートとかを。あ、それはね、身内らしいね、なんかただで食べようというコンタケチケチしてっからね。でもいいね、それ。いろんなご当地のもの食べれそう。ご当地にね、行きたい、うん、なんか食べたことないものとかをね、食べたいなって思う、そんな企画。参加したい、しおもぜひ一緒に。しおりんバージョンだと、これ何のかな、食べれるなのっていうコーナーになる。初めて会った店員さんに言うの、食べれるなのって。はって言われるから。あーって言われるよ。イメージ的にほら、おばあちゃんとかおじいちゃんとかがやってる八百屋さんとかに行くイメージだから、そうだね、なんてって言われるよ。なんてって言ったら、でも塩はこれが食べたいなのって言って、こっちもおばあちゃんになって、おばあちゃんになってね、返事するから。はぁ、そんな企画が通るといいな。うん、そうね、それ第一案として。うん、でしおが考えたのは、おしおりんのみんなでお布団シュキシュキじゃーん。これわかりまるタイトルだけで。みんなでゴロゴロするってことかな。そうそう。そうやねん、修学旅行みたいに、お布団を広いスペースに敷いて、和室がいい。和室ね、じゃあ第1回は和室で、でみんなでパジャマを着て、ゴロゴロしながら、なんかこういう台本とか何も決めないで、普段の感じで、なんかゆるく喋ってる感じの放送をやりたいなの。もう完全にその楽屋トーク的なね。そうそう、それよりももっと素に近い感じの、
普段のねトークが繰り広げられるとやりたいな、やりたいね。なんか普通にさ、やっぱりみんなで遠征とかでお泊まりして全員同じ部屋だったりとか、まあ、楽屋でもそうだけど、これ絶対今のとこ配信してあげたかったっていう瞬間多すぎて、ね、楽しいよね。そう、そこをね逃さないでほしいから、そういう企画はぜひやりたい、ね、そうなの、そうなの。しかもついでにお泊りできるかもしれないってことですよ。そうなの、そうなの。最高じゃないですか。枕を投げたりね。それはちょっと危ないかもしれないそんなね、みんなでお布団シキシキしたいななんて思ってまるよ。やりましょう通るといいね、うん、私たちの他のメンバーの案も出てくるのかな、うん、楽しみ。なんかさ、すごいの出してきそうだよね、みんな、うん、なかなか食べ物のことが多そう。多そうだねどうせさ、そのシオの企画もさ、なんかお菓子つまみながらとかでしょ、うん、そうどうせそこの背景にはお菓子が積んである、ね、かわいいやつね、うん、楽しみですね、はあ、うん、では今後どんな企画が採用されるかお楽しみに。かわいい。以上、バンモンの企画会議なんだもんでした。オールナイトニッポンモバイル、オールナイトニッポンモバイルなんだもん。1回目の放送はそろそろお別れの時間なの、今来たばっかり。いやいや、それではここでバンドじゃないもんからお知らせがありまる。バンドじゃないもんが再メジャーデビューして1回目のシングル、ファーストシングルが発売されます。5月18日決めました。イエーイ、イエーイ。なんとポニーキャニオンさんからメジャーデビューをさせていただくということで、はい、うん、気合入ってますよ。気合入ってまるよ、うん、こちらがね、もう一度言うけれども5月18日にリリースされまるので、よくチェックしておいてほしいなの。はい。そして現在私たちは全国ツアー中でございます。はバンドじゃないも全国ツアー2016てっぺん目指そうぜ武者修行編ということで、うん、キンキンのライブだと4月の16日土曜日柏パルーザ、そして4月の24日日曜日ヘブンズラック宇都宮 VJ2 です。はい、詳しい情報はバンドじゃないもんオフィシャルホームページをチェックしてください。あ、うん、それでね、うん、この番組にもメッセージをいっぱい送ってほしいと思ってもらうよ、うんうんうん、そっか、届くようになるんだね、うん、嬉しいね、意見がね。で、メールアドレスはバンモンアットマークオールナイトニッポンドットコム、 BANMON アットマークオールナイトニッポンドットコムです。この番組は毎週金曜日に配信されるので必ずチェックしてください。はぁ、うん、いっぱい送ってくれ、うん、いろいろ送ってほしいね、うん、なんか感想ね、感想とか面白い企画、それこそさ、モンスターからとかさ、うん、今聞いてくださってる皆さんからとかもさ、うんうん、あったらさ、もしかしたらさ、いい案はね、そうだね、採用される可能性もあるかもしれないよね。しかも後々は、うん、てっぺんを目指してこう、どんどん上に目指していきたいなので、上がっていきたい、よろしくお願いします。うん、うん、これでね、1回目の放送はお茶なのけど、うん、みーちーどうだったなの。これかなり素でね、しお、うん、と会話をしてしまったけど、大丈夫だったかな大丈夫かなこんな感じでもっともっと私たちのことをいろんな人に知ってもらえたら嬉しいなと思ってるので、毎週聞いてほしいのと、あとこんなの合ってるよってみんなにお話ししてください。かわー。それでは今週はこの辺でお別れです、うん、お相手はバンドじゃないもんの恋するリンゴ色担当しおりんこと恋しおりんごと、メルヘングリーンのベース担当みうちこと望月みゆでした。また来週。